どうもクライアント奏者なおです。今日は実験動画にさせてください。今日の実験なんですけれども、まあ先日動画上げさせていただいた激安エスクラ、調整済みの激安エスクラと未調整のちょっと調整が狂ってる R13、 まあだいたいこっちが 1.5 万円で、こっちがだいたい実売で45から50万ぐらいかな。まあ中古なんでちょっと何とも言えないですけれども、まあ、新品だったらまあ定価だったらまあ60万弱、50万強ってところでしょうか。 1.5 万円のエスクラの調整済みと未調整の楽器の、まあ、吹き比べというかしていきたいと思います。バレルは前回と同じようにバクーンのバレルと同じリードを使って、あの条件を同じにして吹き比べていきたいと思います。まずはまあ前回も音聞いたと思いますけど、調整済みのプレイテックの 1.5 万円のエスクラから吹いていきたいと思います。まあ、こんな感じですね。で、よいしょ、今 R13 ですね。ちょっと高めの高級楽器ですけど、音色の違いにも注目していただけたらと思います。まあ聞いて分かる通り、音に関して言えばもう圧倒的に R13 の方が深みがあって、すごくまろやかだし音楽表現もしやすいんですね。まあもちろんそれは安いプラ感と高い R13 ですから、まあ、その差はもちろん出るんですけれども、ただ調整がされている方と調整がされていない方を比べると音程感だったりとか、あと音の出しやすさ、ちょっと今リードミスしちゃいましたけど、そういう細かいミスなんていうのもまあ出てしまうわけで、調整済みのプレイテックと未調整、まあ調整が全然されてなくてちょっと狂ってるエスクラを比べてみると、意外と奏者として吹きやすくてミスが少なくなるのは調整済みの激安エスクラなんですね。で、音はこっちの方がいいし吹きやすいんだけれども、自由度は高いんだけれども調整してないということは、非常になんていうのかな、演奏してて演奏しづらい部分が出てきますってぐらい、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、音の違いも聞き比べていただきたかったんですけれども、一番意識してほしいのは調整の大切さということなんですね。楽器を調整することが、そしてまあメンテナンスすることがいかに大切かってことがよくわかると思います、これ吹き比べるとね。なのでぜひぜひ普段エスクラ吹いてる人、これも前回の動画と同じになってしまいますけれども、調整はぜひ行っていただけたらなと思いますね。まあ音に関してはまあ絶対的にプラスチック管に比べて、まあ、木管できちんと作られてるものの方がいい音は絶対しますので、まあ値段の差が出るなと思いますけれども、皆さん、ね、音の差は iPhone のマイクで伝わりましたでしょうかってことで、はい、ということで激安エスクラと高級までいかないね、まあ別な方がね100万円のエスクラと 1.5 万円のエスクラを吹き比べてる動画を上げてらっしゃいましたけれども、それとはちょっと価格差が、まあ、違いますが、それでもだいぶ大きな、ね、音の違いとか何とか滑らかさの違いなんていうのが出てきたと思いますということで、はい、まあ、なかなかこういう動画を上げる人は少ないので、まあ、今回動画にさせていただきました。今回エスクラ両方ともですね、弟子の方々にお借りすることができました。本当にこの場を借りて通りすがりくんと、もう一人の弟子はちょっと名前言わないでおきますけれどもプライバシーがあるんでね、には本当に感謝しております。ありがとうございます。こちらの R13 はまあバクーンの樽もその子に貸していただきました。まあ本当に弟子に助けられてこの動画 YouTube は成り立っておりますので、まあ、楽器のレンタルとかも貸していただけるとすごく嬉しいですし、楽譜とかも提供していただけるとすごく嬉しいので、そういう意味ではペチャさんとかね、その他いろんな方にも楽譜提供いただいておりますけれども、まあ、鳥栖楽器にも楽譜提供いただいてますね。まあその他いろんな人からまあ楽譜も提供いただいてますので、まあそれも少しずつ演奏していきたいと思いますので、まあよろしくお願いしますということで、今日はこんな感じで短い動画ですけれども、少しでもこういう参考になっていただけたら幸いでございます。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、サブチャンネル、公式 LINE やってるんで気軽に登録、フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。